おはようございます。朝になりました。現在時刻は8時46分。このホテルなんですけれども、なんとね、朝食が無料でついてるんですよ。はい、準備完了。なかなか美味しそうな朝ごはんです。これがね、無料だったら十分嬉しいですよね。これはね、スムージードリンクでしたよ。お、すごいとろり濃厚。はい、部屋に戻ってきました。朝ごはん美味しかったですよね。無料の朝食ということで、まあどんな感じの内容かなって思っていたんですけれども、思いのほかね、美味しかったですよ。そしてね、ホットコーヒーを持って帰ってきました。現在時刻は9時16分。チェックアウトはね、10時までということなので、もう少しね、ここでゆっくりとしていきましょう。このね、ホットコーヒーを飲みながら。ただいまホテルをチェックアウトしてきました。今日は12月の8日木曜日、現在時刻は9時54分です。今からね、奈良公園の方に向かいましょう。やっぱりね、奈良といったら奈良公園ですよね。今ね、JR の奈良駅周辺にいるんですけれども、ここから奈良公園まではこの道をね、まっすぐと進んで行きます。今日はですね、僕にしてはなかなかのいい天気、青空が広がっています。ただしね、結構気温が低い、寒いです。ということでね、ちょっとなんかどっかで手袋でも買っていきましょうか。まあダイソーでいいかな。手がね、結構かじかみで寒い感じがします。確かね、ここの商店街の中にダイソーがあったような気がするんですよね。はい、ダイソーでね、手袋をゲットしてきました。これがね、200円で買えたって便利ですよね。ダイソーすごい。はい、昨日に続きサルサバ駅に到着しました。ここから先が奈良公園。昨日はですね、夕方の頃合い、夜の時間帯にこのサルサバ駅にやってきたんですけども、やっぱりね、また昼間と夜とでは全然雰囲気が違いますよね。今日は抜群な青空が広がっています。まあ、サルサバ池の水の色はちょっとね、緑がかってはいるんですけれども、このね、水面に反射した青空がとっても綺麗です。まあ、日によってはね、この辺りにもチカちゃんたちがいたりするんですけれども、今日は今のところまだいないですね。チカちゃんたちを探す旅に出かけましょう。今日もやってきました、興福寺の五重の塔。この青空をバックにした感じが素晴らしい。みんなシカちゃんたちはどこに行ったんでしょうか。山の方にいるのかな。お、いましたいました、ついに発見、シカちゃんたち。お、シカちゃんシカちゃん、こんにちはということで、ほらほら、あ、むっちゃ可愛らしいですね。ほらほら、お、むっちゃキュート。お目々がクリクリしていて、毛並みも良さそうですよ。まああまりね、野生のシカということで、あまり触らない方がいいのかもしれないんですけれどもね。すごい、ほらほら、これは小鹿ちゃんですよね。むちゃくちゃ可愛らしい。どっかでね、鹿と紅葉を一緒に撮りたいですよね。ちょっと紅葉を見れるとこ探しに行きましょうか。ずっとね、奥の方に見えている建物、あれはですね、奈良国立博物館です。お、あんなところではね、鹿くんが日向ぼっこをしていますよ。なんとも愛らしい。ほらほら、立派な鹿くんがね、ここで休憩をしていました。日向ぼっこ。やっぱりね、奈良公園の鹿ってかなりね、人慣れしているんですよ。こんだけ近づいてもね、全然逃げないですよ。このうつのな瞳が可愛らしい。ほらほら、こんなに、むちゃ、今ね、ゼロ距離ぐらいの勢いなんですけども、全然逃げるような、怒ったりもしませんし、噛みついてきたりとか、攻撃されたりもしません。いや、いいですね、やっぱり奈良公園の鹿はこうやって、人慣れしているので。紅葉のシーズンはね、もう終わりかけではあるんですけれども、場所によってはね、ところどころまだ残っているところがありましたね。そしてね、ここにもちょうど注意の看板がありましたけれども、基本的にはね、人慣れしている優しい鹿くんたち、鹿ちゃんたちなんですけれども、まあ時によってはね、こう噛んできたり叩かれたりとか、突進してきたりとか、そういう時もあるみたいでして、一応注意してくださいという看板がありました。この小鹿ちゃん可愛いですね、この小鹿ちゃん。ほらほら、ちょうどね、上のところにはほら、紅葉があるんですよ、紅葉が。これぞ紅葉と鹿くんではないでしょうか。ほらほら、いい感じに撮れましたよ。ちょうどここに柵があって、ちょっと逆光ではあるんですけれども、ほらほら、あ、いい感じじゃないですか。もうちょっと鹿くんこっちにおいでと言いたいところなんですけれども、鹿せんべいを持っていないと近寄ってはくれないのかな。鹿ちゃん、鹿ちゃん、こんにちはと。いや、ちょっとね、いい感じに撮れましたね、紅葉と鹿。これがね、撮りたかったんですよ。もうちょっとね、奥地の方まで続いていきましょうか。そしてね、どこからか、なんかキュイーンという鳴き声が聞こえてくるんですけれども、これがね、鹿の鳴き声なんですよ。もうちょっとね、奥地の方に進んでいったら、より一層ね、紅葉が綺麗なところがあるかと思いますので、ちょっとね、目指していきましょう。そしてね、奈良公園のメインルート、中央通りのところにやってきました。この辺りね、ほらほら、ここにもね、綺麗な紅葉と、そして鹿ちゃんがいましたよ。お、なんとも愛くるしい。もうちょっと紅葉と鹿が近づいてきてくれたらいい感じなんですけども、そううまくはなかなかいかないか。まるでね、花札のイノシカチョウとか、そんな感じの雰囲気に近いですよね。ここの紅葉ね、ちょうど今が見頃ですよ。絶好調。おー、ちょ
ちょうど今日はね、珍しく青空が広がっていて素晴らしい。なんか後ろの方でリュックをツンツンされているなと思ったら、シカくんがやってきました。可愛らしいシカちゃんかな。体をなすりつけてきた。なすりつけてきた。いや、別にいいんですけれども。君は綺麗かいなって、そう思ってしまいますよね。まあでもね、全然愛くるしい。僕のちっちゃい頃、犬を飼っていたんですけども、こんな感じでしたね。むっちゃ懐いてきた。うわ、むっちゃ食べようとしてくる。むっちゃカムカムしてるけど、怒ってるのかそうではないと思うんですけれども。このね、画面方向、奥の道に進んでいくと、東大寺。そしてこっちの方に行くと、若草山。ちょっとね、奥地の方に向かって進んでいきましょう。現在地はここですね。浮雲園地と言われている場所です。ほらほら、この辺いいですよね。すごい渓谷のような雰囲気。この辺とかね、真っ赤な紅葉がまだまだ残っています。この辺りね、シカちゃんたちがやってきてくれたらものすごく絵になるんですけれども、まあそう都合よくはやってこないですよね。ちょっとね、向こうの方にシカせんべい売ってるところがあったんですよ。シカせんべい買いに行きましょうか、シカせんべい。シカせんべいを買ってきて、この辺りでね、せんべいを巻いたら、シカくんたちがね、この辺りにやってきてくれるかもしれません。そしたらね、シカと紅葉という見事なね、絵を撮ることができると思いますよ。ちょっとやってみましょう。ここでね、シカせんべい買っていきましょう、200円。シカせんべいゲットしました、200円。これを持ってね、あの紅葉のところを目指しましょう。紅葉エリアに到着しました。このシカせんべいさえあれば、シカくんたちがたくさん寄ってくることかと思ったんですけども、全然やってこないですね、残念ながら。あれ、せっかくね、シカせんべいを用意してやってきたんですけども、残念ながら肝心のシカくんたちがどこにもいません。こうやってね、シカせんべいを持っていたら、ものすごいね、あの人気アイドルのように、うわーってやってくるかと思ったんですけども、一匹もやってこないですね、残念ながら。いや、待っていたら来ないのかな。ちょうど目の前の対岸のところにね、シカくんたちが休んでいるんですよ。あそこまで行ったらいいのかな。ちょっと橋がないので反対側に渡るのが大変な道のりなんですけれども、頑張ってね、対岸のところにやってきました。いや、この辺むちゃくちゃ綺麗ですよね。ほら、紅葉がね、太陽で反射して逆光にキラキラと輝いています。むちゃくちゃ綺麗です。あ、いたいた、あっちの奥の方にね、シカくんたちが休んでいますよ。いたいた、ほらほら、結構ちっちゃいやつがいましたよ。むっちゃ可愛らしい。シカせんべい持ってきたぞいって、あれ逃げるの、まさかの。シカせんべい持ってきたんだけど、こうやってね、ちょっとちっちゃいやつあげてみましょう。はい。あ、寄ってきた、寄ってきた。あ、なかなか寄ってきまして。お、むっちゃきた、むっちゃきた。じゃあちょっとあの、紅葉のところまで行きましょう。こっちに来ておくれ。紅葉のところまで一緒に行きましょう。やっぱりこれが有効ですね、この課金アイテム、シカせんべい。これを持ってると、頑張ってね、あの、あっちの紅葉のところまで行きましょう。来た来た。じゃあこっちこっち、こっちこっち。ちょっと運動させてしまって申し訳ないんですけども、もうすぐそこです。僕の目的地、ゴールは。ここで撮りたい、ここで。ちょっと、はい、よし、ありがとう。しょ、あ、こんな感じ、こんな、あ、いいのが撮れました、いいのが撮れました。ちょっと、はい、おお、なかなか強力ですね。いい感じですね。やっぱり鹿せんべいはかなり有効ですね。ということで、皆さんもね、いい写真を撮ろうと思ったら、鹿せんべい買って、連れてくるのがいいと思いますよ、いいところ。ちょっとこう、手渡しで1枚あげてみましょうか、こんな感じ。はい、ちょっと、おお、いいの、ずいの。これがね、200円で楽しめるんだったら、鹿せんべいむちゃくちゃ安いですよ。もう一回こう手渡しでカメラのところで、よいしょ、おお、あ、いいですね。ではこの1匹の鹿ちゃんにほぼ全ての鹿せんべいを全部あげてしまいました。お、もうなくなっちゃった、ごめんなさい。ちなみにね、この鹿せんべいを束ねていた紙、これなんですけれども、これ食べても大丈夫ということでした。食べてしまっても胃の中で溶けるということで、口の中に入れてしまっても特に問題ないそうです。まあでもね、別にわざわざあげるようなものでもないので、こうやってね、残ってしまったらゴミ箱の方に捨てていきましょう。ということで、ここまで来てくれてありがとうございました、鹿ちゃん。あ、どっか行ってしまう前にちょっと一緒に撮っておきましょう、鹿ちゃんたち。ちょっとこっちこっち、しまったな、1枚置いておけばよかった。できれば鹿くんと一緒に撮りたかったんですけれども、もうちょっと逃げないでおくれ。あ、後ずさりをしている、まあ、一緒に撮りたかったんですけども、残念。まあいいか、こんな感じで。いや、よかったよかった。この鹿ちゃんのおかげでね、いい映像を撮ることができました。ありがとうございます。ものすごく僕がまだ持っているのことを期待しているかのように、クン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 やってますけれども、ごめんなさい、もう鹿せんべいはなくなってしまいました。いやもうね、多分10枚ぐらいあったかと思うんですけれども、ほぼ全てのせんべいをね、この鹿くんにあげてしまいましたよ。ちょうど今いい感じでね、そこに佇んでくれていますね。おお、逆光に映える鹿くんと、そして紅葉、なんとも最高の映像です。ちょうどね、目の前には小川が流れていまして、そよそよそよというね、川のせせらぎ音と、そして掃除機のモーター音、上空にはね、紅葉が佇んでいて、鹿くんたちもね、のそのそと歩いていますよ。
そして逆光の青空がまた素晴らしい。いや本当にね、ここにやってきてよかったですね。奈良公園最高の映像でした。なんかね、僕が近づいたらすごく後ずさりするんですよ。まあそりゃそうですよと思うんですけれども、でも結構いい感じですよね、うん、もうちょっとだけいや僕が近づくとほらほらあのどんどん後ろに下がっていくんですよ。そんなに怖がらなくても、さっき鹿せんべいいっぱいあげたじゃないですかって言いたいんですけれども、あどっか行ってしまいました。いや無事にね、鹿と紅葉絶好のね映像を撮ることができました。いや最高の状態でした。やっぱりね、鹿せんべいを買うことが大事ですね。このね奈良公園にやってきたら、ぜひ皆さんもね鹿せんべいを買ってみてください。そしてね、鹿くんたちのヒーローになってみましょう。絶対ね楽しいですよ。ちょうどねここに橋があるんですけれども、この橋の上からの景色もなかなか見事な光景です。ここにね目の前にちょうどモミジがありまして、どうやらねイロハモミジという種類みたいですよ。ちょっとねどっかで一服していきましょうか。このね奈良公園の周辺には茶店とかがねいくつかありまして、雰囲気のいいところ、どこかでねちょっとお茶でも飲んでいきましょう。春日大社のね参道のところにやってきました。この辺りにねいくつか茶店屋さんがあるようですよ。ちょっと寄っていきましょう。ほらほら、こんなところにねいい感じの茶店がありました。にじゃやっていうらしいですね。ちょっとここでお茶でもしていきましょう。できればねテラス席のようなところがあったら嬉しいんですけれども、あるかな、ちょっとわかんないんですけれども、あこれいいですね。お好きな飲み物で鍵ケーキセット750円。はい、今ですね買ってきました。750円、セルフサービスで番号でね後で呼び出してくれるそうです。そしてねこのお庭のところでも食べていいということで、やってきました。柿の葉ケーキとそれからねホットコーヒーのセット750円、税込みです。あー美味しい。いやこの最高のお庭の中で飲むホットコーヒーはもうね最高ですよ。これ持って運ぶときにこぼしてしまったんですけれども、店員さんがね結構近くまで運んできてくれましたよ。優しい。そしてね柿の葉ケーキいただきましょうか。上にねここに柿の葉っぱが乗っているんですよ。下手かな、これ柿の葉で作ったケーキらしいです。ということでいただきます。お結構硬いぞこのケーキ。ほらほら、うんうん、おあすごい柿の味がする、うん、本当にね柿で作ったケーキみたいですね。これすごいね柿の味がしますよ。こうねテラス席でねこう自然を感じながらお茶するってもう最高ですよ。今ですね後ろの茶店にじゃやというところで食べてきました。美味しかったですよねケーキセット。本当にね柿の味がしましたよ。柿の実もね少し入っていたりして、立派なねお庭でテラス席でいただくことができました。いや最高の空間でした。ということでね、せっかく春日大社の参道にやってきたことですし、ちょっとね春日大社寄っていきましょうか。ほらほら、ちっちゃい小鹿ちゃんを発見しました。むっちゃ可愛らしいちっちゃい小鹿ちゃん。ちょうどね後ろの木々から光が差し込んでいて、なんとも神々しい感じ。はい、到着しました春日大社の大鳥居。おすごいすごい、ここがね春日大社の鳥獣舎のところなんですけれども、こんなところにねでっかい鹿の石像が置いてありましたよ。すごい。そして水がジャージャーと流れ注いでいます。滝のように。ちょっと手だけ洗っていきましょうか。でね、その鳥獣さんの横のところにこういうちっちゃい神社がありまして、ここはね原江戸神社っていうそうなんですけれども、先にここでお参りをして、それからね春日大社の本殿、そっちの方に向かうといいらしいですよ。それが正式な参拝方法のようです。ということでちょっとここでお参りをしていきます。ここでね道が二手に分かれるんですけれども、左の方が本殿なのかな、確か。左右を灯籠に挟まれた小道の先には立派な本殿が見えてきました。はい、到着しました。本殿への第一歩ということで、この奥にあるところが本殿のようです。一応ね中の方も見学というか入ることができるみたいなんですけども、残念ながらね有料エリアとなっています。多分ね撮影もできないことかと思いますので、この外からねお参りするだけに今回はしておきましょう。ということで春日大社にやってきました。結構ねこの春日大社の敷地の中なんですけれども、大変広い造りとなっていまして、そこら中にねまた別の神社があったりして、結構ねこうやって歩いてるだけで十分楽しいです。ここはね春日若宮社というところなんですけれども、見ての通り誰もここにはいません。すごいね神聖な雰囲気をね独り占めできていますよ。いやなかなかいいですね。
そしてね、こんなところにも鹿くんがもちろんいますよ。ここもね、奈良公園の一部です。よし、じゃあね、ちょっと春日大社の散策はこれぐらいにして、今度はね、奈良町に行きましょうか、奈良町。現在時刻は12時24分ということで、12時半ぐらいになりました。あ、そしてね、もう一つ奈良公園には有名な池がありましたよね。この目の前に広がっている池は鷺池。そしてね、真ん中のところ、あそこに島のような部分があるじゃないですか。あれが有名な浮見堂です。本当にね、島のように浮いていますよね。ただいまね、蓬莱橋の上を渡っています。浮見堂を目指して行きましょう。これといってね、特に何もないんですけれども、こうやってね、ぐるぐる回ってるだけでなんだか楽しい気分になってきます。はい、ということでね、浮見堂の上にやってきました。ここがね、鷺池の上に立つ浮見堂。本当にね、島の上にやってきたような、そんな感覚になりますよね。いや、こうやってね、池の上に立っている橋、ここをね、渡っていくだけですごく気持ちのいい感じです。ちなみにこの橋は蓬莱橋というそうです。蓬莱橋。あ、ここにはね、導水門というものがありました。導水門とは、地中に伏せ亀を埋めるなど空洞を作り、そこに滴り落ちる水が反響して琴の音色に聞こえるようにした仕組みです。別名水金窟とも呼ばれています。ということで、あ、この前ね、江ノ島で見てきたやつと一緒ですね。導水門、別名水金窟というそうです。ここにはね、柄杓がありましたので、ちょっとやってみましょうか。ここでね、柄杓をこうやってすくって、水をすくって、でここに水を流すと、確かに琴の音色のような音が聞こえますね。音声入っていますでしょうか。ということで、ここが浮見堂でした。水金窟もね、一緒に楽しむことができます。はい、だいぶ歩いてやってきました。現在地はここ、この辺りがね、奈良町エリアとなっています。どうやらね、この辺り一帯が奈良町エリアとなっているようです。歴史を感じる奈良の町屋と、それからね、現代的な家々が共存している、まあなんともね、楽しいエリアとなっています。ちょっとね、路地裏の方に進んでいきましょうか。隠れたお店とかね、いろいろあるのかもしれません。ちょうどね、この塀の向こうにあるのは世界遺産岩光寺。そのね、目の前のところになんですけれども、こういうね、茶店というかお店がありまして、酒屋さんかな、ここでね、なんか一杯飲めるんですよ。ちょっとここで一杯飲んでいきましょうか。ほらほら、大人の贅沢、昼酒はいかがということで、なんとも誘う文句です。はい、やってきました。岩手県のクラフトビール550円。最高の眺めですよね、このお店でね。ここで一杯いただいていきましょう。岩光寺に乾杯と。はあ、いや、むちゃくちゃ美味しい。うん、これね、クラフトビールということで、今飲んでいるのは岩手県のね、ビールらしいです。クラフトビール、ほんのりとね、苦味があるんですけれども、うん、苦味の中に旨味が閉じ込められているっていう、まあ、そんな感じのね、味わいです。美味しいです。そしてね、さっきここ扉が閉じられていたんですけれども、お店の方がね、ここの扉を開けてくださいまして、なんとね、この扉の先には岩光寺の門が広がっています。いや、なんとも最高の景色ですよね。目の前に見えている門は岩光寺世界遺産。そしてね、ちょうどね、紅葉もね、まだまだ見頃が続いています。最高ですよ。このね、紅葉を眺めながら美味しいクラフトビールをいただくと、本当にね、大人の贅沢。これがね、昼酒最高の気分です。いや、本当にね、ここのお店おすすめですよ。ぜひ皆さんにもね、ここで昼間からお酒を一杯クイッと楽しんでもらいたいですね。ビールだけじゃなくって、いろんなね、お酒があります。酒屋さんということでね、ワインとか焼酎とか日本酒とかもね、一杯で飲むことができるので、すごくいいですよ。ぜひね、この岩光寺の目の前でお酒をね、楽しんでみてください。はい、ということでね、今岩光寺の目の前のお店で飲んできました。お昼酒、めちゃくちゃ楽しかったです。いい感じのお店でした。一応ね、店内については撮影禁止というね、札が貼られてはいたんですけれども、お店の方に撮ってもいいですかって聞いたら、どうぞどうぞって言ってくれました。優しい。多分ね、何も注文とかせずに写真だけを撮る人とかが多いんですかね。あ、そしてね、ちょうど目の前のところに町屋があるじゃないですか。あれはね、奈良町孔子の家という、昔のね、奈良町の町屋を再現した、そういう施設となっています。ご自由にお入りくださいということで、入館料も無料なんですよ。ちょっと行ってみましょうか。はい、ということで、奈良町孔子の家、中に入ってきました。どうぞご自由にお上がりくださいということで、このようにね、建物の中も自由に見学することができます。入館料も無料となっていまして、本当に優しいですよね。
この建物自体は実際に昔使われていたものではなくて、観光用にね、復元したというか、再現したというか、そういう施設なんですよ。でもね、ほら、いかにも奈良町の昔の町屋みたいな、そういう建物をね、感じることができますよ。ほらほら、こうやってね、建物の中にも自由に入ることができますよ。奈良町格子の家ということで、目の前にほら、ここにね、格子があるじゃないですか。こういうところで、なんていうか、お商売をやっていて、外からね、何をやっているか、どんなお店かわかるっていう、そういう作りになっているかと思いますよ。ここにもね、店の間って書いてあるじゃないですか。外からね、見えるようになっているっていう、そういう作りですよね。で、まだまだね、ずっと奥の方に続いていきます。いや、こうやってね、建物の中に中庭があるのって最高ですよね。でね、ここから2階へと上がっていくことができます。2階にやってきました。こんな感じ、特にね、何かがあるっていうわけではないんですけども、こうやって窓の外を眺めると、さっきまで立っていた空間が目の前に広がっています。いや、すごいですよね。あんなところにもね、窓があるんですよ。あれはね、明かり取りの窓らしいです。そしてね、そこにロープがつなげてあるじゃないですか。1階のところであのロープを引っ張ったら、窓をね、開けたり閉めたりすることができるっていう、そういうね、素晴らしい仕組みになっているみたいですよ。はい、今ですね、奈良町格子の家を見てきました。なかなかいいですよね。これね、無料で入れるので、ぜひ皆さんにもおすすめです。結構ね、この奈良町エリアなんですけれども、無料で入ることのできる施設とかもあったりして、なかなかね、楽しいですよ、お店とかもね、いろいろとありますし。で、現在時刻は14時、お昼の2時となりました。そろそろね、お腹が空いてきたので、何かね、食べたいところです。お店を探して行きましょう。なんかね、奈良町からくりおもちゃ館っていうところもあるみたいですよ。しかも入館無料、80m。ちょっと行ってみましょうか。あったあった、ここですね、奈良町からくりおもちゃ館。実際になんか触ってもいいみたいですよ。ちょっとこれ触ってみる、こうやって。あー、へー、すごいすごい、面かぶり。あ、こういうことですね。おお、あ、羽が羽ばたくんですね。あ、遠心力です。へえ、すごい。はい、奈良町おもちゃ館行ってきました。いや、なかなかね、楽しかったですよ。全部ね、無料で入ることができまして、で、係員のおじさんがね、一つ一つ遊び方というか、丁寧に教えてくれました。すぐ隣にね、神社がありまして、そこの神社の狛犬がおすすめって教えてくれたので、ちょっと見ていきましょう。これですね、沈宅霊府神社。ここのね、なんか狛犬がにっこりと笑っているそうなんですよ。ちょっと見てみましょう。これですね、沈宅霊府神社の狛犬。ほらほら、すごいね、にっこりとしているんですよ。わかりますか？ちょっとね、僕の影に隠れてしまっているのであれなんですけれども、なんかにっこりというか、にやり顔ですね。なかなかにやりとしています。いや、本当にね、この奈良町なんですけども、そこら辺をね、道端を歩いているだけでも、いろんなね、面白スポットがありますので、こうやってね、適当に歩いていても、むちゃくちゃ楽しいです。そして現在時刻は、あっという間にね、14時27分、お昼の2時半となりました。そろそろね、お昼ご飯を食べたいところなんですけれども、なかなかね、お昼ご飯を食べる隙すら見つかりません。それぐらいね、この奈良町エリアは充実のスポットです。はい、そしてね、いつの間にか商店街へとたどり着きました。まあ、商店街の中だったらね、お店とかいっぱいありそうですもんね。どこかこの辺で食べて行きましょう。なんかね、こんなところに喫茶店のようなお店がありました。ここに行きましょうか。ここに、あの奥のお店のようです。はい、お店の中にやってきました。店内はこんな感じ。ちょうどね、中途半端な時間帯ということもあってか、他にね、お客様誰もいません。僕のね、一人貸し切り状態となっています。はい、やってきました。スパイシーチキンカレー、いただきます。でね、あのソースも一緒にいただきましたので、この温泉卵のところにこのソースをかけてちょっといただいてみましょう。あ、結構美味しいですね。温泉卵とこのソースが果たして合うのかってちょっと、ね、一瞬疑問に思ったんですけども、食べてみたらね、結構美味しいですよ、普通に。ということで、今ね、スパイシーチキンカレーを食べてきました。味についてはね、正直むちゃくちゃ美味しいっていうほどではなかったんですけれども、こんな感じのメニューですよね。僕はさっき食べてきたのはこの8番のスパイシーチキンカレーだったんですけれども、オムライスとかもね、いろいろとあるみたいでして、700円のやつもあったりして、これね、税込み価格なんですよ。値段設定がね、すごく優しいですよね。はい、ということでね、お昼ご飯も無事に食べることができましたし、現在時刻は15時23分、夕方のね、3時23分となります。
ました。まあ、奈良町探索も奈良公園探索も今日はねいろいろと回ってきましたし、そろそろねお家に帰りましょうか。 JR 奈良駅に到着、帰りはね JR に乗って帰ります。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからもですね旅の動画をアップしていきますので、この動画を見ていいなと思っていただけたらぜひチャンネル登録、そしてねいいねボタンを押していただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。